地質学という学問分野があります。主に地層や岩石、そして鉱物や化石を調べて、過去の地球で何が起きていたのかを解読し、現在の地球のありようを理解し、未来の地球を考えることにつながる学問分野です。もしかしたら皆さんの中ではあまり馴染みがなく、そして少し地味なイメージを持たれているかもしれません。ですけどこの分野は実際勉強すると非常に面白い学問です。なぜかというと、世界には30億年前とか40億年前とか非常に古い地層や岩石が残されている場所があります。そういった場所で調査をして何を知りたいのか、それは私たちにとって非常に根源的で重要な問題にたどり着くからです。それはすなわち、地球でおいて生命はいつどこでどんな環境で誕生したのかという問題です。これまでのさまざまな研究で明らかになったことは、地球で一番古い岩石は約 40.3 億年前のカナダの岩石で、これは大陸を構成している花崗岩と呼ばれる岩石からなっています。そして生命の記録は約 39.5 億年前の堆積岩中、すなわち46年前まで遡るということが分かってきました。この真ん中の写真は先ほどのカナダの堆積岩中の堆積岩と、その中に含まれている単質物と呼ばれる物質を示しています。最近の化学分析から分かったことは、この単質物に含まれている炭素は生物活動が関与したものであるということが分かってきました。したがってこれら非常に古い堆積岩、そして花崗岩の存在は40億年前に地球にすでに海が存在していて、大陸が存在していて、そして生命も存在していたということが言えるのです。ではさらにもっともっと古い記録はどこを調べたらいいんでしょうか。幸運なことにです、西オーストラリアに存在している堆積岩の中には最大で約44億年という非常に古い特殊な鉱物、ジルコンという鉱物の存在が知られています。したがってこのジルコンという鉱物は地球ができて間もない頃の情報を保持している可能性があります。そこで私たちを含む世界の研究者はこの地に赴き、世界の始まりを探すためさまざまな研究を行っているのです。では地球の最初の様子というのはどういったものだったんでしょうか。地球は約 45.6 億年前に太陽系の中の一員として誕生し、その後ジャイアントインパクトと呼ばれる巨大な衝突、それを経験した後マグマオーシャンと呼ばれる激甚な時代を経て、地球表面が徐々に冷却するに従って海ができて大陸ができて、そして生命が誕生したと考えられています。このように私たちのはるかはるか遠い祖先、それから長い長い地球の歴史というのは岩石、そして鉱物の中に秘められているのです。